皆さんこんばんは。国防ニュース最前線の時間がやってまいりました。今日は伊藤俊幸元会長にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、新しい年ということもありますので、今年の防衛どうなるのかということなんですけど、まあ、ちょっとね、1年思い返せばもう北朝鮮のミサイルの話ばっかりやっていたわけですよ ねそうそう。でも本当にそれからそのいや1年経ったらガラッと変わったですよね。ガラッと話題が違うというね、この目まぐるしさを考えると、なんかもう今年をさらにどうなるのかって思いますけど、今やっぱり一番気になるのはこの米中の関係ですよね。そこのところどういうふうに見ても、私はずっと米中って言ってたんですけどね。言ってた、うん、北朝鮮どうでもいいから言ってたでしょ。だからずっと実は変わってないの、ブレてないですよね、うん、私はずっと同じこと言ってますけどね、はいはい、実はそうですね、うん、はい、中国の裏の中国がやってた北朝鮮だからっていう話ですけどね、うん、ただいずれにせよアメリカが真剣になりましたね。うーん、これは長く続きますよ。ああそうですか、はい、やっぱり、10月にペンス副大統領が、はい、あれがその理由を明確にした段階ですよね。あれやっぱね、改めて見ると、はい、すごいこと言ってますからね。ですよね、はい、前もここでお話したんですけど、まあ本当に罪状を リストアップ国家ですよ、人の国の国家犯罪を40分にわたってずっと言い続けるってなかなかないですからね。よく裁判所とかね、傍聴あいくたの出てくるね、ドンと出していっぱいね、あ、分厚いのが出てくる、被告はってやつですよね、これ読み始めるとね、1時間とかかかるって、すごいですよ、それぐらいのものですからね。だから僕も知らないのいっぱいあったですもんね。いや、うん、まず私はあれ見ないで喋ったのかなとか、ちょっとついついなんかこうやって堂々とやってましたよね、考えてたんですけども、はい、まあ、特にね、その民族とか宗教の話に及んだ時なんかはちょっとね、こう感情がね、なんかかといって別に感情をなんかその、うん、乱してるとか言うんじゃないんですけど、なんか本当にその目が潤んでるような、うん、そんなような感じさえしたんですよね。そうですよ、すごいですよね、あの人、うん、だから最初に我々はね、サマリア人だと、うん、のように助けてきたと、うん、このやめ弱い中国をこんなに助けてきたのに、うん、でもこの時もこう助け、この時もこう助け、この時も、うん、なのに我々は裏切られたって言ってこういう始まるわけでしょ。でそこから罪状をだーっと経済とか軍事とか全部言ってくわけですね、うん、人権、宗教と。でそのために対応するために我々はって言って、でまさに10月があったから、その後の国防受験法ですか、あれでファーウェイとか全部排除しましたもんね、うん、はい。でそもそもがだから、その一昨年前の2017年の12月の国家安全保障戦略で初めて中国名指しして、うん、で翌年の国防戦略でさらに名指しし、うん、で核のレビューを変えると、うん、使える核に変えるって言ってね、うん、でこう順番にずっと政策文書が流れての、で今までこう変えてきたのはこういう理由なんだぞと言わんばかりに10月4日に演説するんですよ、うん。でもう一個大きいのは、この同時に日々に出たのが、いわゆるアメリカの軍需産業に対する調査が公表された日でもあるんですよ、10月4日って。で実際はその前の年の7月に大統領令で調べろって言って調べた結果、1年後に結果が出て、で多分それを知った上でペンスが言ってるんですね。であれ300ぐらいの不具合があるって書いてて、でその中のはほとんど機密なんですよ、当然不具合だから、うん、その中に例えばって書いてるのが、そのレーダーなどの作るために必要なレアアースは唯一中国が入手元だって書いてるんです。もう恐ろしいことですよね、中国へ止めたらアメリカのレーダー作れないってことだから、まあね、っていうのが出たり、うん、あるいは自分のそのレーソンだとかいろんな軍事産業の下請けは全て破壊されてしまって、うん、要するにそれこそラストベルトですよ。だからあれは別にラストベルトを叩いてのことを言ってるんじゃなくて、うん、本当にアメリカの大企業の下にぶら下がってる下請けが、うん、スカスカス状態なんですよ。だから俺が下手するとどっかの外国の企業なんでしょう、うん、っていう、でそこは多分秘密になってるけどっていうぐらいの衝撃な文章なんですね、うん、だからナバロなんかが、だから全部アメリカは空洞化したと、うん、オバマたちはこうやったんだというわけですよ。でそれを今一生懸命戻しにかかってるんだと、うん、
うん、だからもう要するに為替がどうなろうが金融がどうなろうがいいと、もういずれにせよもう取り返す、うんうん、アメリカにバックさせるっていう、そうじゃないと軍需産業が成り立たないからですよ、うん、だから日本もね、なんか軍需産業というか防衛産業危ないですけど、うん、それと同じぐらいに実はアメリカも足元が揺らいでるということだから、うん、単なる貿易摩擦じゃないんですよ。あるいは選挙用のあそこの民党に票をもらいたいじゃないんですよ。これだから民主党も、はい、この意味では全く同意なんですね。エスタブリッシュメントたちはもう全員アメリカ一致の意見なんですよ。結構あのリベラルの、ね、人たちの方がむしろその過激な中国批判なんかを今している、人権とかなんかまさまさにそうですからね、でかなり の, その 非工作、あの 非公式工作をやってるから、それも全部それも明らかにしましたからね。インテリジェンスアセスメントによればって言って、それもどうだーっとあれ秘密開示ですよ、っていうことを言った文章ですから、演説ですから、あれがまあ要するになぜこれから僕たちは中国と喧嘩をするか分かってくれっていう、立ち上がればで言ったよね、アメリカ国民立ち上がればで言ったでしょ。だからそういうことですから、これ長くなるんですよ。で今から90日間の猶予が与えられて 25% ね、あとの2000億かな、2000兆に関しては、2000億ドルに関しては90日延期されただけだから、猶予されただけだから、その間まあいろんな手を打ってくるでしょうけど、まあいずれにせよ本気だってことですよ。だから日本はその地政的に言うと、学的に言うと、その米中がこうなってるところの足元にいるっていうことだから、まあ、尖閣も含めてですね、海洋政策も含めていろんな安全保障上のチャレンジを受けることになるでしょうね。まあ、ねその経済界と、まあ、政治とのいろいろあるかもしれない。だものすごい政治的ハンドリングが難しくなる時代ですよ。だそれこそ経済でこうしたいけど、こっちはこうしないといけないし、こういうのとこうのバランスを取る、まあ、もう非常に大変な時期に入ってきたと。ね、アジア太平洋戦略とかって今ね、はい、そのやろうとしてる中でも日本がどれだけそこで貢献するかっていうことを ねそういう視点でね、まあ、日本がちょっとアメリカの軍需産業をなんか復興を手助けするみたいなだけではなくてないんですよ、ね、そういうちょっとマクロな視点で見なきゃあんまいけないかなっていう気がしますが、はい、もう一つやっぱり今年憲法改正についてね、もう改めてちょっと考えなきゃっていうのがあるんですけどね、はい、今のそういう状況も含めて、それアメリカ日米同盟で守る守るって言うけど、もう今実は違うんですよ、うん、いつも言うんですけど自衛隊が守るんですよ、はい、日本を守るというのは自衛隊が守って、米軍はその支援と保管をするんですね、うん、これも2015年のガイドラインに明確に書いてますから、はいはい、だから日本はアメリカに守ってもらってるんじゃないんですよ、うん、自衛隊が守ってるんですね、うん、にもかかわらずそれがブレたまま、うん、というのがダメだと思ってて、はい、まあ、よくその憲法改正を言う人たちっていうのは、うん、憲法を変えないと軍隊ができない、軍隊ができないと日本は守れないから、うん、だから憲法改正だという意見がずっと根強いですけど、はい、それは間違いなんですよ、はい、もう日本を守れる組織になってます。そうですそうです、はい、そうです。だからこれがこれはホームページ皆さん見ていただいて分かるんですけど、はい、これ内閣府の、これまさに平和安全法制ですね、はい、今から3年前4年前かな、うん、あの時にきれいにまとめたものなんですよ、うん、これぜひ分かりやすいんですけど、はい、これ要するに上下が真ん中から上が日本有事ですね、うん、日本がやられた時にどうするか、うん、で下側は、国際社会における要するに国連の、はい、マンデートによっていろんなことをやるという安全保障に参加するかどうかという意味で書いてあって、はい、でこの真ん中からこちら側が平時ですね、うん、でこっちが有事です、はい、だから烈度が高くなる状態、はい、となるとこれ見て分かる通り、日本は日本有事、日本のことの日本有事にも守れるようにも法対比ができてるんですよ、うんうん、ところがでこの前の平和安全法制って実はグレーのここの法律ですから、はいはいはい、だから戦争するできる国にするなのデモは2003年に作られている有事法制でいつも私が言うのはこれなんですね。もうすでにとっくにも2003年に通ってる法律で日本を守れるようになってるんですよ、はいはい、でこれに存立危機事態が加わったというだけなんですね、はい、でこれ見て分かりやすいのは、じゃあ国際社会が武力制裁決議が出て、じゃあみんなでぶっただけと決めた時に日本はそこに直接参加することはできないんですよ、はいはい、ここにいるのがちょうどきれいに抜けてるんですね、うん、いわゆる
いわゆる戦闘行為には参加しないという意味なんですよ、うん、でもまあロジスティックサポートとか、うん、そういったもので参加する、うん、だから自分たちは戦闘には出ないけどそれ以外では国際社会のにも関与しますっていう、うん、もう一目瞭然のこの法体系を整理したのがあるんで、はい、これを見ていただいて分かるんですね。分かりやすいですね。でこれってもう1999年の周辺事態法以来ずっと着々と作ってきて、うん、ったもので要するに日本って何か異常が起きるとこれは何事態かという認定から始まるんですね、はい、最近年末ですか、去年の年末にシン・ゴジラをもう一回再放送しましたけど、はい、あれ改めて見ていただくと分かる通り、うん、最初の鑑定でバタバタするのは、うん、あれは事態認定なんですよ、はい、何事態、うん、ゴジラは武力攻撃事態じゃないという話から始まるわけですね、うん、国または国に準じないからといって、まさにこれなんですけど、はい、まあ、いずれにせよそういうことで作ってきたんですよ、うん、でこれに全部関わったのが実は安倍総理なんですね、うん、官房副長官の時からずっと関わってるから、うん、多分一番日本の中で唯一全部理解してる政治家なんですよ。だからよく言われるのはそのいわゆるグレーゾーンですよね、はい、の時にやっぱり憲法がないから、うん、ちょっと機能できないんじゃないかっていう論議もありますけど、もうすでにそこも作ったんですよ今回の、はい、まあ、法改正や法律を作ることによってだいぶ変わってきてるってことですね。そうです。だからできないというのは運用の問題なんですね、はい、例えば海上保安庁と海上自衛隊の切り替えがうまくいかない、そう話し合って作ればいいだけなんですよ。で私が言うように例えば武力行使が武力行使は敵を破壊殺傷するのを目的に武器を使うことですね。でこれは基本的に保安庁さんとか警察はできないんですよ。でも自衛隊という組織だけが防衛出動がかかったり、うん、この創立危機事態がという事態がかかればできるんですね、はい、ってことは目的が違う、はい、だけど保安庁さんはこの防衛出動がかかっても彼らはできないんですよ、うんうん、だそうすると例えば尖閣でことが起きた時に相手に対して破壊を目的に撃つ、はい、っていうことができない、はい、だからそこできるようにすればいいだけなんですよ逆に言うと。でできるようにするとスムーズに自衛隊と入れ替えるできる、はい、今ここができない人とできる人ができて、じゃあどこでどこ切り替えるのできるんだけど、はい、一定のところは白い船である程度破壊行為までやれば相手破壊してくるんだからね、やったところになってそこからもっと沖縄が入ってくるって言ったら、うんうん、全然日本が戦争に誘導したっていうトリガーを引いたことにならないわけですよ、ね、だからでもそれをすぐいやいや自衛隊を入れると、うん、なんか日本が戦争を仕掛けたことになるとかという議論になるでしょ、はいはいはい、だから運用の問題なんですよ、うん、法的にはもうあるんですよ。そこはまあ政治判断であったりとか整理していくことによって詰めていくことによってメカヨにも今の状況で変える、はいはい、じゃあ逆に言うとじゃあここまでできるようになったんだから憲法をいじらなくたっていいじゃないかっていう話で、ね、やっちゃうんですよ、はい、でしょ。だから私もだから一時期どう思いますかって、今実は今でも守れるんですって言うと、じゃあ憲法変えなくていいじゃないですかってこうなってたんですね、はい、で、石破さんなんかそれ言ってたんですよ、この理論なんですよ、まあ、石破さんはいろんな法に関わってきましたから、ご本人がね、だからそう言うんです、はいはい、だけど安倍さんはその上でも書いた、必要だと言った理由は何か、私は2つあると思ってて、はい、1つは、まあ、教育が変わるってことですよ。ああ、今はね憲法に書いてないから学校で教えられないんですよね、自衛隊のことをね、だから要するに学校小学校の教科書には、憲法の授業では日本は戦争を放棄して、平和国家ですとしかは習うけど、はい、でもこの平和が壊れたら自衛隊が守るのですとは教えられないんですよ、うん、そうですね、はい、だって憲法にないから教える根拠は何もないですからね、はい、そう、うん、だからよく学校教育が悪いって言うけど、うん、仕方ないんですよ。それそうですね、だって根拠が、よって立つ根拠がないから、はいはい、だからこれがもし根拠ができれば、うん、一気に変わるんですよ、うん、学校で教えねばならない、はい、要するにその文科省というね、うん、省がなんで一防衛省という省のためのことを書かなきゃいけないなってるから、うん、今だとなるほど、はい、行政組織上のなんか縦割り行政の結果ですよ、うん、今こう本当はね、今だって書いてくださいよとか、うん、なりゃいいけど、うん、いやいや、なんで別の役所のことを書くんですかみたいな、うん、なってるのは事実なんですね、うん、となるとこれにもし憲法に明記されると、うん、憲法に書かれてる文言をちゃんと学校教育で教えねばならないになるから、うん、当然文科省も動かざるを得なくなるんですね、うん、となると教育なんとかの準拠のするものが変わるんですよ。それだけでもまず大きく変わる、うん、となるとこれからの子どもたちが育っていくと、
この国は自分の国で自分で守るというものが当たり前に考える国民に変わっていくということですよね、はいはい、だそういう意味でまず自衛隊というのがたかだか入れるけど、うん、憲法に入れる意味というのは、はい、まず大きいのは教育、子どもの教育が変わるということですよ、はいはい、で次に大きいのは私がもう一個よく言ってるのは自衛隊司法は作ることができるということですよ、うん、今自衛隊というのは防衛庁設置法と自衛隊法という2つの行政府の1つの行政法でしか縛られてないんですね、はい、だからいろんな自衛隊に対する処分も行政法でしか処分されないんですよ、うん、でもところがよく伊勢崎さんという、ね、方が言うように、うん、PKO に行ってもし戦争犯罪が起きたら、うん、日本はとんでもない国になると、うん、なぜならば国連は軍法会議を持ってないんですよ、うん、だから犯罪が起きたら自国の各国参加した国の自国の軍法で裁いてくれというマンデートなんですね、はいはい、だ日本の場合はじゃあ例えば間違って撃ち殺しちゃいましたと、それじゃあこの人は帰って何で服されるのかというと、うんうん刑法、ね、日本法の刑法殺人罪ですかってことでしょ、ま、なんかそのなんとか地裁とかに行ってでとかって感じですね、うん、っていうことになるわけですよ、うんうん、でももっとひどいのは、うん海外で起きた過失の殺人って、うん、日本の民法で日本の法律で裁けないんですよ。そもそも。そもそも。だからうやむやの人になるんですよ。あこれって卑怯な国ですよね。国際社会の活動に行くのに。だから本来自衛隊を司法、いわゆる軍事法廷に服するような軍法という特別法が必要なんですよ。でもなんかそれを言うとやっぱ軍にしなかったらそれできないんじゃないかという人もいますよね、うん、それは今まではそう思うわけですよ、うん、でも自衛隊というものだって憲法に書かれてたら要するにこの自衛するために自衛隊があるって必要を送って書いてたら、うん、これは三権分立の別の司法と行政もあの立法も関与できることになるんですよ。憲法に書いてある存在だから。だから軍隊か軍隊かっていうのは実はそういうことですよ。だから大統領の軍隊だったり天皇陛下だったりあの女王陛下の軍隊だったりしたのはあれが軍隊の形で、だからその統帥権が三権分立は別社会だっていう、それが誤解されてあんな風にひどい組織になったから今は一行政府に押し込んでるけど、本来日本以外の国は立て付けが別なんですよ、はい、軍隊って。じゃあ違う立て付けになればそれが自衛軍であろうが自衛隊であろうが軍隊とかその用語の話であって憲法に明記されればそれができるんですよ。そうしたらこれは立法府と司法府の管轄としてじゃあこれを司る要するに国際法上の要するにその何ですか、戦時国際法ですよ、はい、あれを日本の国内法に落とし込む国内法を作らねばならない、作らねばならない、作りましょうという話になるわけですよ、はいはい、国際基準で言うなら、それが初めて動き出すんですよ。そうするとこれ立法府と司法府で作り出す、行政府じゃないんですよ。となると初めてそれができる。じゃあ国防軍とかにしなくても、できます、できます。例えば今言われてるネガティブリストにするという行為も、その、 あの一行政府じゃなくなった一つの、まあ、自衛隊というあのものがもしできてですね、できたら、まあ、可能になるかもしれないという、はい、そうです。あの未来的にはですよ。それはなぜかというと、うん、今できたからって言って急になるとは思わないよね、それはあなんでやねんってなるわけですよ、はい、だからあのいきなりそこの自衛隊法をネガリストにするというものよりも、はい、先にやらなきゃいけないのは、うん、その戦時国際法に基づく日本の独自の国内法を落とし込まないかという作業がまず先で、はいはい、じゃあその上でじゃあこの自衛隊という組織をどう位置づけるかっていう、はい、じゃあ今も自衛隊法でいいのかを何ていう議論になるんだと思うんですね。いずれにスタートはするんですよ。だから軍隊にならないとできないんじゃないんですよ。これよくあの国際法のプロと話すとみんな同じ議論になるんですよ、法律の。すぐそうやって言うでしょ。違いますから、書かれてれば 法体系の中にあれば、うん、今だってできることがいっぱいあるんですよ。だから知らない人がもういいからとりあえず軍隊にしちゃえばいいんだろうとか乱暴なこと言っちゃうのは、はいはい、だから危ないなんとかグループみたいになるんですよ、右の人たちとかね。あとは今までのそういう法の作ってきた経緯とかをあんまり知らないと、はいはい、自衛隊は何もできないっていう、 そうです、そこで止まってしまってるんですね。できるんですよ。そうです。だから、あの年配の方多いんですね。特に自衛隊の元自衛隊も多いんですよ、これ内閣府の法律ですから、知らないんですねこれを。
まあ、困っちゃうんですよ。昔の、ね、方ご苦労されていて、その子供がいじめられたとか、よく安倍さんそういうふうな話してましたけど、まあ、それでちょっと変えなきゃいけないって、なんかそれになっちゃうとちょっと違うんじゃないって、やっぱり今の感覚だと、ね、もっと冷静にこういう中にあって、じゃあなぜ必要かなんですよ。だただ名前入れるだけじゃなく、はい、本当にまず学校教育、特に小学校の教育が変わるんですよ。憲法の授業は絶対あるわけだから、そこに明確になるでしょ。でそれと本当に自衛隊手法、でよくその軍法なり自衛隊手法を作ると、また自衛隊の中に裁判官となんかやると、またお手盛りになるじゃないかってこうなるんですよ、はい、戦前の人たちは、はい、だからダメだったってなるけど、違うんですよ、一般法か軍法、あの自衛隊司法かを裁くのは司法府の最高裁でやってもらえばいいだけだから、最後ちゃんとそこを三権分立、そうです、三権分立で、ね、ここは制服じゃない、はい、全くの人、あの司法府の人たちがプロがやればいい。でこれドイツもやってるんですよ、それ、同じ敗戦国の、はい、だからあそこ普通に軍隊があって、軍法があって、それは司法府が、だから中でも あのお手盛りでの裁判なんかやんないんですよ。だから日本も同じ戦後歩んでんだから、少なくともその段階までいけるはずですからね。でそういうのにつながるのが実は自衛隊を明記する、その任務の内容であったり役割が、今回その憲法を変えることによって戦争するとかいうのとは全くなくて、全くその法的な、まあ、地位ですよね、そうですが明らかになるし、まあ、今まで、まあ、例えばね、その認証官に幕僚長とかもなってなかったとか、まあ、そういうのも変わるんでしょうね。も変わる一歩になる、はい、大きいと思いますよ。だからことですね。で、まあ、ちょっと最後にやっぱりその伊藤さん、よく問題提起されているのは、ただそれでもし、まあ、マイナス面というかあるとすれば、やっぱりその国連の活動への、そうですね、だからここに行けないのは2項があるからです、はい、やっぱり、そうですね、2項がどうしても、はい、あの解釈があると、ここには行かないということになると、でもここの部分というのはまさにこれからその日本人が、まあ、議論してどういうふうに国際社会で立ち振る舞うかということを考える、課題ですよね。そうです。だからそういう人が増えるためには、やっぱり教育の中に要するに国を守るというのが必要なんだということがない限り、ここの議論にスタートしないんですよ。もうそこに行き着かない、行き着かないでしょ、だからその一歩になるのも、なる必要もある、そのためにはだから必要なんですけどね。ただ正直だから自民党の人たち自体がないでしょ改正する意欲が、すごい心配ですよね。それはやっぱりあのなかなかこの理解は得られないことを訴えて、自分たち自爆行為みたいになっちゃうし、安倍政権にもプラスにならないって大体作用が効いてきちゃってるかもしれないですよね、はい、だから要するにこれだけあるから守れるじゃんっていう話になると、じゃあいらないじゃない、改正いらないじゃないになっちゃうんですよ。でもこうだけど、そうではない視点でこそ必要なんですね。このメインプレイヤーである人たちをちゃんと処遇する、法的に処遇するという意味において、そしてそれが学校教育でもきちっと子どもの、ちっちゃい子どもの時から教えられるっていう意味のこの2つですよ。ちょっとそこをね、やっぱり整理するの大事ですね。なんかただ明記するだけにそんな体力を、ね、軽いでしょみんな、必要ないって、なんかみんな説明がちゃんとしてないっていうのもかわいそうだとかね、自衛隊をなんか助けてあげなきゃみたいな感じになっちゃうんで、そうではないっていうことをちょっと理解して、本質論なんですよ、はい、本質論はその2つです、はい、いや今日はありがとうございました。またよろしくお願いします、はい、